奨学金をもらって特待生としてすごくお金持ちの高校に入学することになって、そこでホスト部と出会うんですけど、ホスト部に入ったことによって春日自身もホスト部のみんなもいろいろ変わっていくんですけど、春日ってすごい優しくて人思いで思いやりがある子だと思っていて、ドラマでそういう風に演じていて、映画でも、まあ、設定だったりとか内容は全然ドラマと変わってくるんですけど、春日らしさみたいなのは映画でも出せたらなと思っています。ものすごい嬉しかったですし、ドラマ初主演のオーラン高校ホストクラブでワンクール、本当に優しいスタッフさんに囲まれてやってきて、その延長線上でまた同じスタッフさんだったり新しいゲストの方もいらっしゃるんですけど、同じホスト部のメンバー、キャストの皆さんで映画で私が初主演できるっていうのはすごいありがたいことだなと思ったし、すごい普段人見知りなんですけど、やっぱりワンクールやってきたので、映画クランクインの時はチームワークはバッチリで、いろんな意味で充実したというか、撮影は大変なんですけど毎回現場行くの楽しいですね。映画は結構恋愛の部分というか、まあ、ドラマでもちょいちょいあったんですけど、ドラマ以上に春日の乙女なところだったりとか、ドラマではなかなか見られなかった可愛らしい一面とかが映画ではすごくあるなと思ったし、春日と玉木先輩とミシェルさんっていう女の子、その3人がですね、恋の三角関係じゃないですけど、ちょっとこうどうなってしまうのっていう部分もあると思うので、その辺はドラマではなかったので新鮮ですね。よくその男の子って言われるんですけど、ホスト部に入ってこういうかっこいい格好だったりとかコスプレをしてるだけであって、結構本当に普通の女の子だと私は思っているし、あんまりこう男っぽい仕草だったりとかは必要ないと思ったので、原作を読んでいて春日のマイペースな部分だったりとか素直な優しい一面だったりっていうのをどう出せるかっていうのはドラマの時からやっていったので、映画も引き続き春日の内面のところを頑張って演じてます。いろんなところに受けに行ったんですけど、箱根の船に乗って撮影をしたんですけど、そこは本を読んだ時からすごく楽しみにしていて、それもコスプレでやったんですよ。それがすごい楽しくて、本当に出港してその中でカメラで撮ったりっていうのは初めての経験だったので、すごい印象に残ってたし楽しかったです。人見知りで私がすごく、篠田さんは初めてお会いして、こう最初は全然話せなかったんですけど、ロケに行って一緒にご飯を食べたりとかして、ちょっとずつお話できるようになったりとか、市川智弘さんは同じ事務所なので普段会うので、全然喋れましたけど、篠田さんは、ね、緊張したし、でも割と結構今は喋れるようになりました。いいところとかすごい優しいところとかが1日1個とか、そのくらいのペースで、あ、こういうところもあるんだとか、意外な一面だったりっていうのが本当に毎日一緒にいるとこう分かってきたので、それがすごく嬉しかったし、人見知りなんですみたいな話をしてたら、結構みんなが積極的に話しかけてくださったり、ご飯一緒に食べようって言ってくれたり、最初の方はこう何かと誘ってくれてたんですけど、すごい嬉しくて、で途中からも自分がガンガン行くようになったりとか、今は全然、まあ、もちろん緊張もしないし、一緒にいてすごく楽だし、役者さんとしても尊敬している部分もあるので、自分にとっては毎回刺激を受けたりとか、こういうところ素敵だな、こういう風になりたいなって思ったりとか、結構いろいろ教わることが多いかなと思います。基本は家からあんま出なくて、お昼まで寝て録画してたテレビとかを見てご飯食べて寝るみたいな感じなんで、でもそれがすごい好きなんで、あとカラオケはすごい好きなんで、よく行って発散するというか、
あんまり特別なことはしないんですけど、そうやって家でゆっくりしてる時間がすごく好きです。本当に普通の高校生、あの朝から登校して授業を受けて4時とか5時とかに下校するみたいな、変わらない普通の女子高生なんですけど、仕事と両立してるので、こうテスト前とかになってると結構焦るんですけど、でもみんな本当に学校の友達はいい子ばっかりで、いつも支えてくれるので、気分転換じゃないですけど、仕事を忘れてこう普通に学生としてあの学校に行くっていう感覚なんで、すごい楽しいです。あんまり贅沢しないっていうか、してるのかもしれないんですけど、なんか日々普通に生活してるタイプだと思うんで、ドラマの第5話でカニをめちゃくちゃ食べるシーンがあって、カニ大好きで普段全然食べる機会がないんだけど、本当に美味しくて、その時幸せだなと思って、結構その日あのスケジュールがもうすごいタイトで、もう結構やばい、もうみんなも疲れてきてる時に、春日はこう美味しく食べてるところだったんで、もう時間を忘れてカニをバクバク食べてて、贅沢してんなって感じました。やっぱり一番大事な存在だし、一番近い存在なので、家族いないと今の自分もいないと思うし、春日みたいに本当に大事にお母さんとかお父さんを尊敬して生活していきたいなって思ったりとか、春日見てても思うし、ありがたい存在だなと思うし、実家とか帰るとやっぱりふーってなんかこう抜けるっていうか、やっぱ家はね、なんか特別感みたいなのがありますよね。中身ですよね、やっぱり中身が素敵で、なおかつイケメンっていうか、そういうかっこいい人はイケメンだなって思いますけど、でも顔じゃないなってすごく思うし、優しかったら本当にいいなと思います。まあ、今回その家族っていうテーマだったり、あの玉木先輩と春日のお互いの家族の話だったり、将来の夢だったり目標とか、ミシェルさんが入ってきて、あの恋愛ちょっと三角関係みたいになったり、ドラマではなかった面がすごい映画ではいっぱい見れると思うし、春日の可愛らしい面だったりっていうのも映画ではすごく見れると思うし、あとやっぱりコスプレ、今回もいろんなコスプレを着ていろんなとこで撮影して、あとはアクションとかもドラマよりもさらにパワーアップして、見どころはすごくあるんですけど、やっぱりホスト部のこうあったかさっていうのがすごく、やっぱこう台本読みながらも自分で感じたし、お客さんにもなんかあったかいなって思ってもらえたらいいなって思います。ちょ、王子様、やっぱりお客様をもてなすっていう意味では本当に少女漫画の王子様っていう、そういうところもありつつ、おバカな一面もありつつ、男らしいっていう一面もあったりとか、可愛い部分もあったりとか、うざい部分もあったりとか、本当に一個のなんだろう、諏訪玉城っていう人の中に演じなきゃいけないキャラクターっていうのがいっぱい詰まった、もう役者からしてみるととんでもない大変なとんでもないしんどい役ですが、でもとてもやりがいのある役っていうか、まあドラマからその流れで映画の撮影に入ったんですけど、今まで30分っていう短い時間の中でいかにテンポよくやって、いかにその見てる人を飽きさせないで、ドラマは面白かったなって、この作ってる僕らもあの本当に面白かったって思われるんですけど、今回映画は2時間近くのドラマ通りにはいかないっていうか、どうやって切り抜けよう、まあ、テンポを大事にするのは当たり前なんですけど、ドラマ同様僕が一人でこうガヤガヤボケをね連発するのもやっぱりやってるこっちも飽きちゃうし、見てる人たちもやっぱ
ぱドラマを見て映画館に足を運んでくれるお客さんが多いと思うので、まあ、同じテイストはちょっとあんまりしたくないなと思って、まあドラマおなじみのなんか部分もあったりとかするんですけど、映画ならではの部分がホスト部全員でボケたりとか、ホスト部全員でふざけたりとか、ドラマの部分でもあったんですけど、よりそのホスト部っていうでボケる、ホスト部でそのガヤガヤするっていうところを意識してやった方がいいかな。そしたら僕だけのボケプラスホスト部全体のボケでみんなで話し合いながらそこはやってますね。あとはどうなんだろうな、見ていないと分かんないです。ミシェル篠田真理子さんが入ってきたことで本当に新しい風っていうか、ずっとね春日一人の恋ってんだっけ、現場の雰囲気もそうだし、めっちゃフューチャーされてるキャラクターがこうガッて入ってくるんで、やっぱ恋の三角関係に関してはあんまなんか意識はしてないんですけど、作品全体のなんかスパイスになるんじゃないかなっていうのは感じてるんですね。でもまあ春人の声がねちょっと進展するんで、そこを見てる人にもなんか注目してもらえたらと思いますけど、困っている人とか悩んでる人とか何かこう抱えてる人、やっぱそういう人を放っておけないで、そういう人をちゃんと見抜いて、そういう人にちゃんと手を差し伸べられる姿、姿勢みたいなのがやっぱ、はあ、かっこいいなって、やっぱ普段こう飛んだ発言もするし、それはもうホスト部全体なんですけど、やっぱこう普通の一般庶民とはちょっとかけ離れたこう思考回路の中で、でもそういう人間として大事な部分はいくらお金セレブだからとか、っていうところ抜きにして人間として、そういうところはかっこいいなとは思います。まあそれは玉木だけじゃなくて、もう他のホスト部員もそうだと思うんですけど、そのミシェルが入ってきてコミュニケーション取るために話したりとかするじゃないですか。で浅草のシーンとかでみんなでこうワイワイ話をしていたら、後ろで春日が寂しそうにあの拗ねてるところが可愛かったなと思って、あのずっとこうやっぱ僕らホスト部はこう春日中心に待ち時間とか空き時間とかをこう楽しく話してたのに、やっぱそれにニューフェイスが入ってきたことによって、やっぱ春日16歳なんで嫉妬じゃないけど、それ嫉妬してムカついたりとかそういうの一切ないんですけど、なんかこう自然と取られちゃったみたいな感じの態度を見せるんですよ時折。それがなんか可愛いなと思って、たくさん役者が集まって、しかも僕らみたいな若手が集まってこういう作る作品ってバランスが崩れたりとか、なんかいろいろな衝突があったりするんですけど、今回もまあそういうのもあったんだけど、何よりみんなこう仕事として役者としてこう現場に来てたので、カメラの前に立ったりとかお芝居になったりすると役のことばっか考えて役のことに集中して、本当に芝居が好きな子たちが集まった現場だったんで、やっぱやってて気持ちよかったし、やっぱ最初そう思わなかったんですよね。やっぱあのやっぱ だらける時期来るんだろうなとか、話し合いしなきゃいけない部分とか、もう今回はもうみんなちゃんともうその役のことを考えて現場に入ってくるんで、プロだなって思いました。でまあこう後々振り返ってると、みんなもう23以上いい年のお兄ちゃんたちだと、絶対入んないです。絶対もうだってもう玉木に関してはもう真逆、似てる部分もちゃんとあるんですけど、まんま似てる部分とかめっちゃあるんですけど、まあ僕は出してる部分はあるんですけど、基本的には絶対に真逆な人間だと思うんですよ。なんだろう、キャラとかは似てんだけどやってることって絶対真逆なんですよね。興味あったと思いますけどね、覗くぐらいだと思います。恵まれた家庭環境の中で育って、本当に親父もお袋も兄貴も弟もみんな僕のことをこう好きでいてくれて、僕もみんなのこと好きだったっつって、なんかすっごいいい家庭環境だったんですよね。
東京に出てきて一人暮らし始めて、やっぱこう悩んだりとか、この仕事辞めて帰りたいなって思ったりとかしても、やっぱ家族の支えがあるから、もうちょっと頑張ってみよう、もうちょっと頑張ってみようって思えて今があるんで、うん、家族の思いみたいなのが強いですね。だから、まあ、自分の玉木の家庭環境もありますけど、まあ、ホスト部を家族だと仮定してっていう、今は家族愛みたいなの部分があるんで、すごく共感できるっていうか、すごくその、そこは大事に描いてるこの作品はなんかいいなって思います。車椅子の部長として、まあ、明るいところがすごい苦手な、キャラクターで、車椅子のそういう世界がものすごい好きな、ちょっと可愛らしい役です。ドラマでは自分の回の8話までのこう猫沢っていうその像と、その8話でその今までの猫沢からちょっとキャラが変わった瞬間の9話から最後の11話までのこう猫沢っていう、その3つのなんか大きく分けた段階で、僕の中ではすごい猫沢のキャラクターがかなり違う風に見えたじゃないかなっていう風にドラマでは捉えてまして、映画でもそのなんかそんな風にドラマとはまた違った4つ目のこう違いっていうんですかね、がすごいこう垣間見れるシーンがすごいあると思うので、まあそういうところをすごいこう見てもらって楽しんでもらいたいですし、ドラマでこう培った良さっていうのをなんか活かしながら、でもこの映画でもこうまた新しさっていうのを追求しながらやっていきたいなと思ってます。衣装とがもうすごい役にこう近づける雰囲気をこう作ってくださったので、あとはもう自分がこうその姿勢だったりとか、まあ、喋り方とか、まあ、自分の中でいろいろと試し方をこう頭の中で想像しながら、であとは現場でこうそれが一番いい方向のものをこう選んでやりましたね。ドラマの最中に雨の呪いですっていう風に言うシーンがありまして、それを言った瞬間にこう、まあ、呪いのごとく大雨がスタジオに降り注いだっていうのがありましたね。車椅子の呪いが僕に入り込んだのかだと思うんですけど、小学中学でずっとサッカーをやってまして、で高校入ってちょろっと、まあ、バスケにかじったりなんかして体を動かすのが好きでいましたね。割と結構活発に元気な性格なので、そういう学生だったと思います。まあ、僕があの一番多分年、あの男の中では年下なので、最初から気さくに結構皆さん話しかけてくださったりとか、もう自分が最初現場入った時から割とそのいい雰囲気っていうんですかね、作られてた感じはするので、あとは本当にこの撮影を通してもっとそれがさらに絆っていうのが深まって、仲間っていう風になっていった感じはしますね。小学生の頃に漫画のそのスラムダンク、周りがこうすごい好きな人が多かったので、それの影響もあってちょっと漫画を買い始めたのがきっかけだったんですけど、まあ前巻、まあ小学生の頃なんでだいぶもうお金もなくてお年玉とかで、まあがっつり一気に買ったのが多分もう今までその気持ち的には一番贅沢した時だったですね。ホスト部の中では年長組なんですけど、でもすごくラブリー系担当で可愛らしくて甘いものが大好きでっていう高校3年生には見えない感じなんですけど、でも武道の達人だったりとか、あのブラックハニーって呼ばれる意外な一面とかがあったりして、すごくなんかミステリアスな部分もあるキャラクター。僕も3年生で、実は三つ国のほっとけないというか、血といいますか、昔からそういう中で、まあワイルド科目担当ですね、僕は、はい、常に2人一緒にいるんで、そうですね、すごい楽しい役ですね、やってて、はい、ドラマよりもでも映画の方がなんか先輩っぽい感じが、ああ、身をもってるだよね、それこそね、うん、何か感じながら、ちょっと結構バラバラになる瞬間があったりもするんです、ホスト部が、うん、ドラマより映画の方が見つめ合う回数が増えたんです
パワーアップはもう全部してると思います、うん、全てにおいてドラマより、あのチームワークもそうですし、ロケも結構ね力入れてるよ ね、いろんなとこ行きましたもんね、行ったし、コスプレもパワーアップしますから、うん、ドラマ同様見どころやっぱ着てるとこうテンションが上がるっていうか、うん、ね、ちょっと普段と違う感じになりますよね。やっとね物語も、うん、ドラマやって、うん、ドラマの終わり方もこれ映画気になるんじゃないかっていう感じで、そうですね、俺らも気になるもんね、はる、うん、ちゃんとたまちゃん、あいつはほんまねえ、ですね、もっと前出ようかな、これからここに来て撮り直そう、撮り直そう、ちょっと監督に言うわ、あ、見てくださいこの目まずいや本当に可愛いですね、可愛いでしょ、 あのね、まあ多分いろんな取材で言ってるんですけど、その中身は意外にしっかりしてて、そのなよなよしてなくて男っていうのを言ってきてたんですけど、こんなに一緒におるとね、そう思ってるんですけど一周回ってすごい可愛くなるんですよ。さっきもあの移動してきてこう普通に一回こう多分千葉ちゃんは横になろうとしたんですけど、はぁーって言ってやろうって、ズキューンってなって持ってるハニーが見えて、僕はねさらに愛しい男なんですよ。どんなとこ見てるんですか？見てて、ずっと見てるずっと見てる。でも映画に入って、はい、ボディータッチが増えますよね言うな言うなキュートなだけじゃなくて、その、まあ、さっき言ったブラックハニーのところも俺はちゃんと怖いと思うし、怖いというかいい感じに描けてるし、千葉ちゃんの中でも。そうで努力家なんで、もうドラマの時からずっとウサギの位置であったりとか可愛く見せるためにずっとこう、あと結構ドラマより映画に入ってからその2人でここをこうしてみようかっていうのがよりスムーズになってる、ちょっとここ一発おんぶいっちゃいますみたいな、来い来い来いみたいなのも増えてるから、すごいこうなんていうんですか、向上心というか前へ前へ、なんかよく見せて常に思ってるから、僕もかなりいい刺激になりますね、役者として。僕結構人見知りで、あの最初あんまり喋れてなかったんですけど、すごいあの喋りかけてくれたのは本当嬉しくて、だから本当に感謝してるんですけど、でもそこ3ヶ月ドラマやって、あの映画が始まって、なんかすごい好きなんですよ中村さんとか。お好み焼き食べに行っていろんな話して、こうやってなんかあのそのさっき言ってたお芝居のこともそうですけど、なんか普段のこととかもいろいろ話せるあの先輩ができて、なんか本当嬉しいし、あのこのポジションでいつも立ってるんですけど、なんか僕がさこっち左側に立ったらちょっと落ち着かなかったりして、なんかこうハニモリの落ち着くコンビがよくあるじゃないですか、ね、漫才とかで、はい、こっちとこっちちょっと立ち位置気持ち悪いみたいな、生まれてきてるんです僕は。そうですね、もうこの取材がこっち側やったら僕は無口でしたよ、紙一重なところでしたね。船に乗る撮影があって、みんな船酔い船酔いって言ってたんですけど、全然波なくて意味なかったなっていうのがありましたよ、ね、穏やかですよね。そう虫が多い日があって、みんなでこういざこう決戦というか対決の時に、はい、あの白蘭っていうのは、うん、白い学ランを着てるんですよ、全員気合入れて、はい、でそこでやってる撮影の時に結構虫が多くて、うん、でこうピタッて止まったりするんです。で結構ホスト部虫嫌いが多くて、もうギャー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 あの新兵双子の、はい、光の新兵なんか本番中に虫来たら超えられましたか、カットカットっつって大トロめっちゃ食うたな俺あれ素の匂い全然取れなかったですよね、うん、あのこお寿司を飲んでるタイプで、僕たち2人が結構こうあの寿司でこうやってたんですけど、もう3日ぐらい取れなかったですよね、寿司の握り方とか、あの、ね、勉強しそうしましたもんね。ご飯粒だけは絶対つけたらあかんって言われて、なるほどと、水つけるんじゃなくて酢をつける、
酢めっちゃつけてた。次の日風呂入っても全然取れない。まあ他にもいっぱいありますけど、今日はこの辺ぐらいですね、多分。ありがとうございます。僕の演じる日立院光という役は、まあ、薫のお兄ちゃんなんですけど、まあ、実際は僕と万平は逆で、僕が弟で、はい、僕が演じる光は、まあ、双子でお兄ちゃんなんですけど、まあ、弟の薫に比べてすごくこう突っ走る、部分が多くて、結構周りの人に迷惑をかけてしまう不器用なでもまっすぐな優しい男の子かなと思って。僕の演じる日立院薫という役はですね、光に比べて少しおとなしい部分とか人の気持ちが感じられる部分が光に比べて持ってて、光のことが大好きなんですよ。とにかくもう光に恋してるぐらい大好きで、でもなんだろう、光のためを思って一歩引く性格なのが薫なのかなって。だから突っ走る光をいつも抑えるのは薫の役目で、それを見守る役目も薫の役目だと思ってます。でオーランメンバーの中ではお二人はかなり元気いっぱいのちょっとこう性格悪い殿と光る薫で何かこう咲き乱しちゃうみたいな、そういうポジションの役だと思ってます。映画というものをやるのがもうこの大きいスクリーンで自分を見るってのは初めてで、僕はこの役者っていう仕事をやってる上でそれが一つの夢だったんですよ。いつか自分のいい作品に出て自分のお金を払ってスクリーンに映ってる自分を見たいっていうのがやっぱり一つの絶対夢でもあるので、夢が叶ったっていう気持ちでいっぱいで、すごく簡単な言葉なんですけど嬉しかったです。僕も、まあ、新平と同様、まあ、映画はあったんですけども、なんだろうな、その時はちょっと照れがあって見に行けなかったんですけど、まあ、今回その、まあ、僕オーラン高校ホストクラブっていうのは自分の中で本当に自分の代表する作品になってほしいなっていう思いで今撮影に臨んでるんですけど、この映画が決まった時は本当に嬉しくて、まあ、新平とまず行ったのがその映画館に行ってお金を払ってみようぜっていう、夢は叶ったっていう言葉で言ってたらぴったしだと思うんですけど、それと同時にドラマ内で表現できなかった薫の細かい繊細な部分っていうのはたくさんあると感じたんですよね、ドラマが終わった時に。それはやり残したんじゃなくて、薫を演じるごとにこう欲が増して、もっともっと薫はこういう部分を持ってるんだっていう深い部分を演じていきたいっていう思いがあったので、映画が決まった時にもっとそこを演じられるっていう喜び、その本当に1分1秒を大事にしようと思って撮影してるんですけど、1分1秒を薫としてスクリーンの中で生きて生きられる喜びというか、だから本当に爆発させてやろうっていう思いがこう自分の中で湧き上がりましたね。基本的なベースは変えずに映画に出ていくっていうのはありますけど、僕の演じる日立光っていう役、まあ、その春日との関係がすごくドラマでも描かれてたんですけど、映画でも描かれてるので、そこにやっぱ薫もいて、その関係がすごく映画ではさらにもっと日立に光るとしてのポジションがすごくこうドラマよりも見えるかなっていうのを自分の中で大事に演じていると思って、基本的なものはやっぱ変えたくないっていうのがあるし、薫を爆発させたいっていう気持ちがすごい強いので、台本読んだ時になんだろう、本当に光る薫の気持ちを細かく書いてくれてるなって感じたんで、個人的には表情の唇の動きだったり目の動きだったり細かい部分でドラマではしなかった部分っていうのを映画では表現したいっていう感じかな。あとより映画の方がホスト部の絆が強くなってると思います。それはみんなでクランクインの時に常にハートにそれだけは持ってよっていう、ホスト部でいると落ち着くっていう空気感みたいなのを持ってれば
きっと演にそれが自然と表現現れるし、お客さんにも伝わると思うからっていう話をみんなでして、だからそれを常に持って撮影をしてるんですよ。だからそういう部分も本当にもっと強くなって映画では現れてると思います。もちろんなんだろう、クランクインの時に比べたら全然違うよね。クランクインの時はもう気を使ってて、すごく気を持った。お互いみんな気使ってる感じだったんで、もうちょっとこう胃が痛いんで、なんかね、自然となんかね、自然と入ってったんですよ、ね、ですよ今回。変に縮めようともしてないし、自然とスッてこう絆が深まっていったというか、それはもちろんユースケがすごくリーダーで現場をまた盛り上げてくれるし、でまた大東君もすごく締めてくれるし、で春ちゃんもすごく笑顔でニコニコしてて、いつも。なんだろうな、なんかすごくバランスがいいから、バランスは取れてる。みんななんかストレートに向かい合ってね、話し合うし、酒飲んだらとにかくこう作品を良くしようっていうと話が永遠続いて、っていう、本当に熱いんですよ、みんな。そうか、なんだろうな、本当に居心地がいいというか、しかもそれがダラダラしてる居心地の良さじゃなくて、刺激満載のこの絆というか、素晴らしいです。ほんといい人なんですよ、ユースケなんてほんといい人だし、優しいし、大徳も優しいし、ハルちゃんももう一言一言こう、なんかこう、え、大丈夫とか、現場沸かしたりとか、マセンも沸かしたりとか、千葉ちゃんはもう可愛い、愛おしくて、なんか、なんだろうね、最高のバランスが取れた、本当に最高の絆が。逆にだから、こんなに絆深まっちゃってる分さ、もうちょっとでこの作品がさ、終わっちゃうじゃん、うん、すごくだから寂しい。だからふとしたらすごく寂しくなったりとか、本当映画があってよかったなと思いますよ。ドラマだけで終わったらね、寂しすぎた、うん、みんなには感謝してるし、すごく大切な仲間ですね。まあ、ホスト部の、裏のキングと呼ばれる、まあ、頭脳のような人間です。この役で意識してたことは、全体より一歩先、この二歩も先を読んでいる人間、みんなとはちょっと違う目線で物事を見てる。まあ原作もあるので、かなり原作からもらったそのヒントっていうのは大きかったんですけど、その中でも一番大人びてる役なのかなと、それは意識しました、ね。はい、映画っていうそのスクリーンサイズっていうのは、そこでできることはいっぱいあると思うし、まあ、オーラン高校っていう作品自体、スケールを広げようと思えばいくらでも広がるような作品だと思うので、まあ、冒頭から、いきなり海賊船だったり、映画のできるエネルギーをフルに使ってると思うんですけど、やっぱ内容としても30分では出せないそれぞれの感情だったり気持ちの部分も描けると思って今映画の撮影に取り組んでます。はい、表現が苦手なのか、まあすごく遠回しな表現をする人だと思うんですよね。あんまり感情を表に出さないけど行動で示すみたいな不器用なところは、まあ共感できるし、あと好きなところです。こんなクールな教養がなぜホスト部にいるんだろうかって、そういうことをいつも、なんかさっきも言いましたけど、すごく逆算で演じる役ですね。教養がここにいるっていうことは、きっとホスト部にはこういうことを思ってるのかなって。台本読んでて教養が起こした行動の裏をすごく読む、なんかストレートじゃない、それが俺は好きやし、楽しい、演じてて楽しいところです。まあ、一回台本読むたびに、ここで、まあ、書かれてなかったとしても、このシーンに京也がいるっていうことは、どういうことなんだろうか。すごく深読みして読めるので、単純じゃない人間なので、なんかどんどん自分が演じてて、そうしてってるような気もするんですけど、無駄なことがない人間にしたいな。無駄に見えることでも何か意味があるんじゃないか、無駄なんか京也という役にそういう思いを乗せて、京也のかっこよさみたいなのをどんどん
自分の中で追求していってる感じですね。出会ってから結構経ちますもんね。もう半年近くかな。山本裕介君とは何度も共演させてもらってるので、印象が変わったというか、なんか新しい山本裕介を見せてくれる感じ。それは俺もなんか今回また彼と共演させてもらう上で楽しみにしてたことなので、だから本当に玉木を全力で演じるあいつにすごく刺激を受けたし、あとはまあ今回初めてなんですけど、川口春奈ちゃんはもっとなんていうんですかね、人見知りな子って聞いてたので、最初はどうなることかなと思ってたんですけど、すごく人懐っこくてムードメーカーで、だけどなんかやっぱどっか春日っぽいところがあるんですよね。すごくマイペースな、ですごくピュアなお芝居をされる人なので、春日っぽいなってすごく思う。なんかこういう面白い作品なだけに、僕たちもこう、まあ、特に、まあ、玉木を中心に弾けたいところが多いんですけど、すごく春日のピュアな存在のおかげでそれがこう気にならなくなってるというか、本当にホスト部っていう役のこうバランスがすごくいいんじゃないかなと思うし、ハニー先輩役の千葉君もこれもっと可愛い可愛いって、まあ、どう見ても可愛い子だから、なんか可愛い子なんかなと思ってたら、案外すごく芯のある男の子で、あのギャップは面白かったですね。すごく真面目に。中村くんは役と人物がすごくギャップのある人じゃないかなって思う。喋ってない時を見たことない。本番回ると静かになるので、それ以外はずっと喋ってます。多分その役の反動かどうか分からへんけど、万平新平も俺あの人たちは本当にすごく真面目な人たちだなと思うし、双子っていうことに、なんていうんだろうな、まあキャラクターが強い役やけど、それになんか全然甘んじることなく、なんかもっと面白いことがあってすごく家で考えてくる人なのに、だから毎回毎回楽しみやし、ああこういう兄弟で現場に来るのってなんかいいなと思いました。そういう常にこう作戦会議できるし、二人がすごくライバルに見える時もあるし、なんか面白いなと。でもまあ、もしホスト部っていうものが高校時代に存在してて、俺が勇気振り絞ってそこに入ってたとしたら、俺の人生ものすごい変わってたやろな。高校時代にホスト部ですよ。ねえ、女の子をこう喜ばせる部活ですよ。でもなんかリアルにやったとしたら、すごく社会に役立ちそうな気がする。人とのコミュニケーション術だったり、はい、ドラマの最後ら辺でホスト部のいろんな意味付けみたいなのがあったけど、それ抜きにしたとしても、まあ、俺ほんま人見知りやったからな。楽しい高校生活になってたやろうなと思います。